ヒュンダイ H350 は、韓国の現代自動車が、欧州市場で販売するバーン型の商用車である。車名の H350 は、車両総重量が3.5トンであることに由来する。韓国市場では、ソラティの車名で、乗用バス車が販売されているが、車名は、ラテン語でコンフォートを意味する語である。2014年9月、イヤーにて、H350 の名で発表された。 ヒュンダイ初の欧州市場に特化した多目的商用車であり、ボディタイプもカーゴバン、乗用バス、フラットベッドトラックの3種類が用意される。2015年4月にはソウルモーターショーにおいてソラティノナで韓国発公開された。外観は近年のヒュンダイの乗用車と同様フロントバンパー一体型の六角形グリルが採用されており、ヘッドランプには LED データイムランニングライトが組み込まれている。モノコック構造の車体には高張力鋼板が75%使用されている。過失長過失幅、過失高はそれぞれ 3780mm、1795mm、1955mm で最大積載量は2.5トンである。ダッシュボードには4.2インチの TFT LCD ディスプレイが組み込まれており、オプションで Android ベースの8インチのアベンシステムも用意されている。エンジンは2種類の直列4気筒 2497cc ディーゼルが用意される。低出力版は最高出力 110kW、最大トルク373ナノメートルで、高出力版は最高出力 125kW、 最大トルク422ナノメートルである。いずれもユーロ5排出ガス基準に準拠している。トランスミッションは6速、マニュアルトランスミッションのみ。H350 の製造は、ヒュンダイと長年の提携関係にあるトルコの商用車、製造会社カルサンによって行われる。2015年5月14日から製造が開始された。同月からトルコ国内で、 翌6月から欧州各国で発売を開始する。ありがとうございます。